皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。皆さんの下半身のお供、セクシーのゴンゲです。本日発表されましたね、鬼滅の刃。ギコちゃんはまだね、1話2話と見て、気づいたらジョーカー見てたっていうレベルなんですけど、で下平さんに関してはどうやらね、8話ぐらいまで見たんだけども、呼吸だったりとかで、なんかあれ俺ジョジョ見てんのかなみたいな状態になってるみたいですね。はい、まあそんな話は一回置いといて、今日発表されました。ちなみに撮ってるのが午後13時11分なので、まだ何も発表されてないです過去からやってきたものです。ですが間違いなく今日詳細が、ね、発表されるってことなので、あらかじめ撮影をさせていただいてるんですけども、久しぶりじゃないかな、ギコちゃんのプレゼント企画聞きたい方多いでしょ。鬼滅は多分キッズアニメじゃん。キッズアニメなの？キッズアニメじゃないの？それ島次郎とかだろ。キッズアニメっていうか子供が好きなんだよね、結構ね。うん、なんか多分ね、これを機にモンスター始めるお子様だったりとか、これを機に復活される中高生、まあ大人の方も多少いらっしゃると思うんですけど、まあいると思うので、そんな方に向けてね、ちょっとガチャを引いていただきたいなというところで、ギコちゃんからは1万円を3名様、下平さんから1万円を1名様、合計は4万円でございますが、プレゼントさせていただけたらなと思っております。はい、まあこれね、月1でやってたんですけどね、とある月を境にね、あんまりやんなくなってたんですけども、ちょっと今回復活しようかなというとこでございます。参加の仕方だったりとかをこれから説明しますので、よーく聞いてから参加していただけるようよろしくお願い申し上げます。まずはツイッターを使います。はい、チャンネル登録してくださいとかだとわけわかんないし、今の規約違反になっちゃうので、ツイッターを使います。はい、ツイッターのアカウント、ギコちゃんがこれ、下平さんがこれ、この2つをまず検索していただいて、フォローをしていただきますようお願いします。でフォローしていただいた上で、皆さんに、とあるワードをツイートしていただきたいんですよ。はい、そのワードを今から発表いたしますね。シャープギコちゃん鬼滅の刃、シャープギコちゃん鬼滅の刃、はい、これをボソッと自分でこうつぶやいていただければ、私の方と思ってですね、検索をして、当選者を見つけに行きたいと思っておりますので、そちらの方でよろしくお願いします。これね、ギコちゃんとか下平さんに対するリプライ、これで返信の形にしてしまうと、今回は、当選者の対象外とさせていただきますので、そこはご了承くださいませ。はい、まあそれぐらいかな。まああとはね、締め切り日などなどに関してなんですけれども、いつ開始するのかはわからない、この時点ではわからない。遅くとも17日には開催されるんじゃないかなと、鬼滅コラボね、思ってますので、21日の22時締めで、22日の土曜日中に、DM にて、我々の方から、ギフトコードの方をお送りさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、あとは未成年の方ね、お子様の方、参加されるときは必ずお父さんお母さんの許可を得てから参加してくれるよう、これもね、協力してな、そこはね、勝手にしゃらめだぞ子供はな。はい、そんなわけで、チャンネル登録高評価はね、別にそれは無理強いではないので、別にしなくても大丈夫でございますので、ツイッターだけよろしくお願いいたします。そんなわけで、鬼滅のコラボ、鬼滅の刃か、鬼滅の刃のアニメね、今日の夜もちょこちょこと見て、当日までにはある程度キャラクターわかるように、しておきたいと思ってるギコちゃん35歳独身でした。バーイ。